ウ n ンター FM897 Music is Music。マセイマコムです。エイミー・イソベです。マキムラケンイチです。295回目の Music is Music。今日で最終回<ー> !5 年半前から一緒にやってきたエイミー・イソベさんとお送りします。よろしくお願いします。まずは1曲お聴きください。Addison Lighthouse 1969年の楽曲。Love Grows Where My r o s e m a r l y Grows はい。えー、頭でも言いましたけど、今日は実は最終回なんですよね。で、実に5年半、2016年の2月の頭小屋なので、5年半以上経ってますけど、で、この曲、選曲私なんですけど、5年半やってて、実は一回も書けなかったジャンルっていうか <laughs>、か本当は僕めちゃくちゃ好きなんですよ、こういう。<laughs> これイギリスのバブルガム。 サウンドですけど僕が11歳ぐらいの時に、まあ、小学生ですよね聞いててめちゃくちゃ好きでただ小学生お金ないからレコード買えないんでなんかカセットで繰り返し繰り返し聞いてたみたいな感じの思い出があって今でもこういうの僕好きですよ。あんまりこうね気取ってる時には言わないけどこういうの本当に一番好き。か <laughs>、ね、<laughs> かりりまますす ちょっと気取っていいものをプレゼンしたいなっていう気持ちはラジオで多々ありました、うん、<laughs> でねついさっきですけどね、はい、1> 第1回目の「m u s i c u ズミュージックの応援を聞いてみたんですまど、ね、あのね曲が3曲しかかかってないの。 ミッシュマッシュと<ー>あと途中で牧村さんゲスト扱いで<ー>山下さんのレコーディングファーストタイムのレコーディングの話、うん、僕らはニューヨークの話したからそれで牧村さんがニューヨークの山下さんの話をしてライブ山下さんのウィンディ・レイデンのライブかけて <laughs> で最後は僕がちょっと関わってたトリップ・オブ・ラブっていうミュージカルの曲をかけたんで3 <laughs>、はい、曲しかかけてないっていうねずっと話してましたずっと話してすいません <laughs> ライブネックスタイル変わりましたね <laughs>、はい フィオナ・アップル2020年の楽曲「ドラムセット」はいさすがに2曲目からは新しいえみさんの新曲 <laughs> 新しいそうですね2020年なのでうん、うん、これはですね多分去年かなあの同じアルバムの中から「レディースっていう曲をかけていてうん、うん、でフィオナ・アップルのこの大人な女性のうん、うん いいい感じだよねっててう話をてまししまた <laughs> なんかドラムセットがないんでなんでこれを持ってったんだみたいな<ー>ちょっと面白いそうです、ね、多分内容は恋愛の比喩だと思うんですけどあなたが叫んでるみたいな話ですけどそうです、ね、なんか面白いですよねこういう人はね。うん、で5年前5年半前に始まったこの番組の話ですけど。 ちょうどこれたまたま部屋を片付けてて5年前のね年賀状が出てきたんですよ<ー>で、5年前って意外とまだ年賀状来てて<ー>今をときめく IT 会社のスマートニュースとかからも神<ー>の年賀状が来ててあみんな年賀状出してたんだこの頃はなんてねいや大事ですね思ってましたジェプシーバイブス2017年のアルバムタワー誕生から花のの はい、えー、これもエミさん選曲です、うん、前もかけた気がしますけど、うん、好きですね好きです <laughs> 私五年半やってて多分同じ曲を二回かけるのは,はい、はい、この曲が最初で最後だと思います静岡のグループでしたっけ、うん、実はすごい好きで、うん、絶対またかけようと思ってて<へー> <laughs> 楽しみにしていたんですけれども、うん、このアルバムからはまだ 出てないと思うのでう待ってますという思いを込めてかけてみました <laughs> こういう人たちはライブが見たいですよねやっぱりね去年から今年にかけて、うん、本当にガラッと変わってしまったので、うん、そこは次回ぜひ見たいですルーシー・ダッカス2021年のアルバム本ビデオから Going! 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 はいこれめいみさん選曲ですが「はい、ブレのないピッチフォーキー選曲」<laughs> やっとかけれたルーシー・ダカスこれ出たばっかり、ね、出たばっかりですああいいなと思ってもちろん選んでみましたなんか、うん、ウィキペディアでラッと見ただけですけどこのアルバムが出た時にファンの一部には「VH ステープ」が送られたってホームビデオっていうタイトルなんで全然ノータッチでしたなんかちょっとノスタルジックな感じのね、うん アルバムタイトルですけど。い本当にこのラジオやって、なんか時代って、こうくるくる回ってるんだなっていうのを教えていただいてたんですけれども、皆さんから。またね、感じてます。はい、そして、えみさんは、その時代とともに、家も変わる。うん、<laughs> 私は買ってないですけれども。<laughs> はい、ありがとうございます。どこに。葉山に。できます。いいっすね。まあ、まだなんですけど、うん、12月ぐらいになるのかな。うん。 ちあの全然都心で仕事をしてますしうん、うん、拠点は都心なんですけれどもうん、うん、まあコロナもあったけれどもちょっと海のそばに戻りたいなと思っていてまあもともとハワイとから、ね、そうですそうです,です、ね、私あの夫もシアトル出身なのでああまあ海というよりもまあハーバーですけれどもうん、うん、港が恋しいねっていうことでちょっと遠くに行ってきます。 いや、葉山なんかは全然都会にったと思いますまあ、そうですね <laughs> 僕、高校の時にヨット部だったのあの辺で合宿してましたよ、うん、あなんかちらっと教えていただきましたねもう何十年も前ですけどね気持ちいいですねまあ、来年の夏かな、うん、いつでもいらしてください David Bowie <laughs> 2000年のアルバム At the Kit Kat Club Life New York 99から Change's はい、えっ、ー、と今日で最終回なんですけども、うんまあ、エミさんと僕が割と親しくなったきっかけもデビット・ボーイだったりして、うん、僕ら大ファンなんですけどもう本当にこの番組始まった頃に2016年の1月に亡くなってしまったんですが実はこの10月4日からデビット・ボーイの映画というか、うん、まあドキュメンタリーではなくて俳優さんが演じるんですけどもジギースター・ダスト その誕生の瞬間をまだアメリカでそんなに売れてなかった頃のボーイを、えー、なんかお前変なやつだなみたいな感じで言われたりとかして <laughs> スーパースターになる前ですよねを描いたスターダストという映画が上演になります。はい。楽しみです。楽しみ。三島栃之のアピースオブサウンドコーネリアスのサウンドプログラマー三島栃之が毎週あるお題をもとにサウンドロゴを作ります。今日のお題は。 では聞いてみましょう。 三島さんはい、これね、めっちゃ難しいんですよ <laughs> めちゃくちゃいいですね、うん、なんか今更こんなこと言えんだけどコンピューターでこういう音が作れるのが不思議 <laughs> こ,れこういうの,あの、テンポは一定じゃないのは <laughs> めちゃくちゃ苦手で手作業だよねすごい時間かかりましたねうん素晴らしいいや恋しいです、このコーナー <laughs> <laughs> 1898年9月26日、ジョージガーシュウィン誕生日イヤローマジックオーケストラ 2010年に発売された続、はいては、えー、今日は最終回なんですけどその最終曲の選曲は牧村さんなんですが、はい、牧村さんになんと作曲家の坂東裕太さんからプレゼントが来てますんちょっと回しててくださン うん、素晴らしい。<laughs> どこのお花でしょう。いや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 。ありがとうございます。うん、バンドクライということで、牧野さん、最終回ですけども。<laughs> はい。今、とってもハッピーな気持ちになったんですけども。この夏は、結構悲しい出来事が続いてて。うんうん、あの、個人的にも、いろいろと落ち込むことも多かったんです。うん、で、海外のアーティストでも、チャーリー・ワッツが亡くなったり、うんうん、それから。 つい先日にジャンポール・ベルモンドっていうごールの映画の俳優さんすごい大好きだったんですけども,うん、うん、も亡くなりになったりセンチメンタルシティ・ロマンスの中野徳く君うん、うん、それからすごく親しかった織田さんという洋楽マンの方が亡くなったうん、うんうん、名物プロデューサえー、それでまあ変な話ですけど最終回で「グッバイ」っていうところにたくさんのお別れがあるんですけども。うんうん でも、うん、グッバイはグッバイとしてこのハローグッバイを逆に取ってですねうん、うん、僕はこれからグッバイハローまた新しいことに望んでいきたいと思ってますまあ、10月からはちょっとねスタイルを変えて新しい番組始まるんですがお二方には当然時々出ていただいてよろしくお願いします <laughs> お邪魔させていただきますまきまさんえみさんありがとうございましたどうもありがとうございました 五年半にわたってお楽しみいただいたミュージック・イズ・ミュージックは2021年9月末で終了します10月から新しい番組5年後の未来をテーマにしたファイブ・アズ・レイディが始まります MC は引き続き私増山ヤマコムとキュレーターの内田真宏ですお楽しみに